今日は仙台市立6号小学校の児童2人と関係者が船に乗り、およそ20キロの一目惚れなどを運びました。伊達政宗が建設したとされる貞山運河は、江戸時代から明治時代には重要な物流ルートとして利用されていて、このイベントは当時の物流方法を再現し、運河への理解を深めてもらおうと開かれました。今日船で運んだ一目惚れは、集まった人たちに無料で配布されました。みんなが笑顔になるようにお米を食べてほしいです。早かったです。すごく嬉しかったです。お弁当に使います。このイベントは来年以降も継続して開催する予定だということです。さあ、まだもらってないグループの方。